ショーン・マーク・ダイチはイングランド・ノーサンプトン・シャーシュー・ケタリング出身の元サッカー選手。原指導者。現在はプレミアリーグのバーンディー FC 監督を務めている。聖の実地は英国内でも大師のように発音されることもあるが、本人の発音に基づくとダイチが比較的近いものとなる。1987年にノッティンガム・フォレスト FC のユースチームに入団し、 1989年にトップチームに昇格するもリーグ戦出場はなく、翌1990年にチェスターフィールド FC に移籍し、1996から97シーズンまでディフェンスリーダーとして活躍。以降ブリストルシティ FC、ミルウォール FC、ワトフォード FC、ノーサンプトンタウン FC などを渡り歩き、2006から07シーズン終了後に引退。 プレミアリーグではプレーすることなく選手生活を終えた。2007年に、ワトフォード FC の U-18 のコーチに就任した大地は、2011年8月に、トップチームの監督に就任。2011から12シーズンのフットボールリーグ、チャンピオンシップで過去4シーズンの中ではベストとなる11位に、導くも、シーズン終了後に退任した。2012年9月に、 U-21 イングランド代表のスタッフに加わったが、同年10月にエディハウの公認としてバーンディ FC の監督に就任した。就任2年目の2013から14シーズン、FLC で2位となり、クラブを5年振りとなるプレミアリーグに導いた。しかし、選手時代からも含め自身にとって、初のプレミアリーグとなった2014から15シーズンは18位に終わり、 わずか1年で FLC に降格。それでも2015から16シーズンは FLC で優勝し、1年でプレミアリーグに復帰を果たした。2016から17シーズンは16位で終え、トップリーグ残留を果たすと、翌2017から18シーズンは7位にまで導き、クラブにとって52年振りとなる欧州カップ戦の出場権を手に入れた。以降バーンリーを、 プレミアリーグ残留に導いている。2021年9月16日、助監督のヤングオーンと共に新契約にサインし、2024から25シーズン終了まで契約延長した。ありがとうございます。